はいどうもこんばんは、ファムエルですけれども、この前ホームセンターに行ったらオーブンレンジ、まあ、一人暮らし用のなんかオーブンレンジが売ってて、それがなんか現品限りでなんかすごく安かったんですよ。でまあちょっと衝動買いみたいな感じをしてしまって、オーブンがついてるっていうところでちょっとピザを作っていきたいと思います。これがいろんなものを混ぜた粉なんですけれども、まあ薄力粉とか強力粉とあと砂糖と塩とあとドライイーストっていうのを入れてるんですけれども、まあ細かい量についてはあの概要に書いてあるので、そこちょっと参考いただいてっていうところで、それが全てここで混ざってます。40度ぐらいのぬるま湯を 100cc と入れるんですけれども、で一旦ちょっと混ぜます。軽くさっくりと、でさっくり混ぜたらこれを手で混ぜていきます。混ぜるとかこねていきます。である程度こんな感じで混ざってきたら、まな板に強力粉を打ち粉としてこう敷いて、この上で生地をこねていきます。こんな感じでこうまとまってくるので、これをしっかりこねる感じですね。縦とかにこう伸ばしたりとか、あとこういう感じで叩く、結構強く叩いちゃうと大丈夫です。でこんな感じでしっかりこうこねていく感じですね。である程度こねたらオリーブオイル入れます。これ全量が大体大さじ1なんですけれども、まず半分入れます。こうなじませる感じですね。要はあの生地の中にしっかりオリーブオイルを浸透させるっていう感じなの でここにまた残りのオリーブオイルを入れます。でこれをしっかり混ぜる。またオリーブオイルを生地になじませたら再びまたこねます。なので打ち粉をもう一回こうまぶしてしっかりこねます。でこのこねがやっぱり重要なので、もう力強く目いっぱいこねて叩いてっていうことを繰り返します。しっかりこねたら先ほどの混ぜたボウルの中に生地をまあきれいにこう丸めて入れて、乾かないようにラップをして、このボウルよりちょっと大きいサイズのボウルにお湯を張って発酵させます。40度前後のお湯で30分間温めるんですけども、この温度はしっかり守ってください。これが低かったりとか熱かったりすると生地がしっかり発酵しないでイースト臭くなる原因になります。トッピングの野菜を切っていきたいと思います。まずはマッシュルームですね。はい、次はピーマンですね。これはもう輪切りでいきます。はい、次玉ねぎですね。はい、だいたい30分ぐらい寝かしてこんな感じに膨らみました。結構膨らんでますね。ここちょっと穴開いてると思うんですけども、これってあの発酵しっかりしてるかどうかのテストで、打ち粉をちょっと人差し指につけてこう刺してみて、穴が塞がらなければもうしっかり膨らんでるっていう状況なので、これでだいたい OK です。これを2分割します。本当は4分割がいいんですけど、今回ちょっとオーブンレンジの皿が結構大きいので、これを2分割ちょっとやっていきたいと思います。で切ったらまあこういう感じになってるので、切った断面を広げて打ち粉をまぶしながらこう広げていく感じです。でこれまあ最初こうアーモンド状の形になっていると思うんですけど、これをきれいにこう開いていって円形にしていきます。で広げたらこの断面側をこう内側にしてこう丸めていく感じですね。こんな感じで丸めます。切り分けて丸めたら、先ほど、ここにかけてたラップを捨てないで紙パックの上にあの生地をこう置いてかぶせます。でこれで大体15分ぐらい置いておきます。こねたりなんかなんやかんやしてて、まあ、生地自体がちょっと疲れてるので休ませるために、まあ、大体15分ぐらい置きます。1回で全部食べないときは丸めた後に内粉を軽くこうまぶして、でラップをつけてこのまま、冷凍しちゃいます。で食べる3時間ぐらい前ですかね、あの冷蔵庫に入れておけば解凍されるので、その状態でまたこうこねれば生地になりますので、この状態でもう冷凍しちゃいます。15分ぐらい休まして、まあ、生地がいい感じになってきたので、これから伸ばしていきたいんですけれども、実際こう平べったい大きい板とか多分ないと思うので、段ボール、まあ、綺麗な段ボールですね、ちょっと軽く拭いて打ち粉を敷いてその上に生地を置きます。綿棒がない場合はラップの芯で伸ばしていくのでいいと思います。ここにまあ打ち粉を軽くこうまぶして、でこれをこう潰しながらこう伸ばしていく感じですね。でまんべんなく丸くしていかなきゃいけないので、こういう感じ、こう斜めにこう伸ばしていく感じでやっていきます。回転させながらこう丸く伸ばしていく感じですね。生地はかなり薄くした方がいいですね。はい、こんな感じでいい感じに伸びてきたんですけども、必ずやらなきゃいけないのがフォークでまんべんなくこう穴開けていく感じですね。これ穴開けないと焼いてる時に生地がボコボコ膨らんできちゃうので、必ずこのフォークでしっかりこう穴を開けてください。生地に穴を開けたら、レンジの下の丸い皿にアルミホイルをこうかけて、その上に生地をのっけます。じゃあまずピザソースから塗っていきます。この辺のトッピングですね、わらわらとのっけていきます。はい、こんな感じでトッピング完了しました。かなり豪華な感じですね。オーブンレンジの中にぶち込んでいきたいと思います。予熱したオーブンの中にいます。あんまり開けとくとちょっとあれなんで、このまま入れちゃいます。スタートします。
ぱりこんな感じでぐるぐる回ってますね。これまた10分でどんな感じになるのか見ものですね。はい、こんな感じで焼き上がりました。いい感じですね。一人暮らし用のオーブンレンジでもピザは焼けるので、もしよろしければぜひともお試しください。ありがとうございます。